おはようございます。おはようございます。現在6時59分ということで、はい、どうも、どうもどうも。さくの宿中の一言、宿の主でございます。任天堂ミュージアムダイレクト急に、昨日急に来てて、ちょっとびっくりしましたわね。で、ツイッター、まあ、今 X ですけども、見てると、ダイレクト終了後にオープンとか言い出しそうっていう声とかあって、さすがにそりゃないだろうとは思ってます。せめてまあ予約とか、予約チケットの受付ぐらいなんじゃないかなって あってね。多分ないと思うよ。任天堂ミュージアム、これオープンしたら行かなきゃだなーって思ってます。あ？こうタップじゃないでしょうね。ちょっと。ん？建物の外観はこんな感じになっています。ごもタッとプもだとこけ。の場所にはトランプや花札を作ってきた任天堂の工場があって、ファミコンの頃は製品チェックをしたり、私もよく通っていた懐かしい場所です。たくさんのトラックが出入りした広場はマリオの広場に生まれ変わりました。やべえ。そしてこの度、長年任天堂製品に関わってきたこの場所をミュージアムとして再生しました。今日は、任天堂ミュージアムがどのようなところなのかを、架け橋でご紹介したいと思います。それでは、中へどうぞ。やばいやばいやばい。はい、ここは2階の展示フロアです。2階は任天堂が創業以来発売してきた様々な製品を展示しています。ソフトのぐ展るーっと見示。渡すと、ビデオゲーム機を中心に過去から現在に至るまでの様々な製品が見渡せます。懐かしすぎ。ここからは大きなコントローラーが目に入ります。皆さんの興味があるものを自由にご覧ください。それぞれのハードに分けた展示と合わせて、我々の独創性とチャレンジをご覧になれます。ご存知の方も多いと思いますが、任天堂はビデオゲームを作るずっと以前から家庭の遊びを作ってきました。創業は今から135年前の1889年です。初めは花札やカルタの製造が主な事業でした。それ以来任天堂は任様天堂々のなゲーム遊とびかあをん無まり見玩た具こを作とるないようにわ。なり、それらがゲーム&ウォッチやファミコンへとつながってきました。ここではそのような昔の製品も振り返ってご覧いただけます。それではどんな展示になっているか少しだけ見てみましょう。こちらはファミコンの展示コーナーです。ご覧ください。パックマ日ン。本向けと海外向あ、けだでめ。ハードのデザインが大きく違いますね。ああ、そっか、当時そうはいうこんな話あっ風たによ日な。本と海外でデザインを変えて売っていたんです。名前も違っていて、ファミコンは日本以外では任天堂エンターテイメントシステム、略して NES と呼ばれていました。そしてこちらはソフトです。日本向け、北米向け、ヨーロッパ向けでパッケージのデザインや大きさも違いますね。いや、こえのらよういに違いやな。比べてみることでいえろんらないことを違発いや見しな。ていただける展示になっています。えらい違いやな。何入っミュージてアんムねにん。は任天堂が発売した全てのタイトルを展示していますから、皆さんが遊ばれたタイトルをつけてください。上のモニターではそれぞれのゲーム画面も見られるようになっています。前に立つとそれぞれの音が聞こえるスピーカーになっていますよ。では別の展示コーナーもいくつか覗いてみましょう。このコーナーでは体を動かすモーションを使った遊びの進化を見ていただけます。ウィーフィット懐かしい。そしてここでは、ハテナブロックのデザインがどのように進化してきたかを
見ていただくこともできます。いや、それハテナブロックか。このコーナーではそれぞれのハードの旅にスーパーマリオやゼルダの伝説などの画面の進化を一気にご覧になれます。なるほど。さて、こちらのコーナーでは多くの皆さんが知らない任天堂がビデオゲームを作る前の時代の製品を展示しています。これはコピラスといってジアゾ式のコピー機です。ん、ああ、こちらにはママベリカ、ベビーカーがありますね。任天堂はトランプや花札に始まり、ボードゲームやラジコンカー、バッティングマシンなどいろいろなファミリー向けの玩具を作っていました。そしてこの光線銃が一つの転機となり、ゲームセンターなどのゲーム機を作り始めたんですね。アーケードも作ってたんや。これは任天堂が初めて作った家庭用のビデオゲーム機、テレビゲーム6と15です。ちょうど私が入社した1977年に発売されました。一つ一つの製品を見るとユニークな製品作りを続けてきたことがわかります。なんかわたがめ、このようにミュージアムの2階では任天堂の過去の製品をたくさん展示しています。そして遊びがどのように進化しつながってきたかをお見せします。今日お見せしたのはごく一部ですから、ぜひ実際に見に来てください。では1階に移動しましょう。1階は違ったエリアになってますよ。はい、1階に降りてきました。ご覧の通り1階の中央は巨大なモニターになっています。こんな感じで皆さんもこのモニターの上に乗って100人一周を遊んでいただくことができます。でかすぎ。スマートフォンと組み合わせて遊びますよ。このようにミュージアムの1階のフロアはインタラクティブに体験ができるエリアになっているんです。過去に任天堂が作ってきた製品を今の時代に蘇らせるとどんな遊びになるか、そんなテーマで8つの体験を作ってみました。ミュージアムに入るときに渡されるこの入館証にコインが入ってるんですが、体験にはそのコインを使います。今日は8つある体験の中から3つを紹介しましょう。さあ、こちらは小さな部屋がいくつか並んでいますね。どんな体験ができるのでしょう。ここは1968年に発売されたウルトラマシンが体験できるんです。ウルトラマシンはピンポンの球のようなボールを自動で投げてくれる、部屋の中でプレーできるバッティングマシンでした。私が入社したのは改訂版のウルトラマシンデラックスが発売される年でした。少しだけ仕上げに関われました。その頃は社内にプレールームというのがあって、昼休みにはアーケードゲームやウルトラマシンを遊んでいました。こちらに並んだ部屋は当時の家庭を再現しています。部屋に置かれているものが違うので、お好みの部屋を選んでください。うわ、では早速体験してみましょう。床にウルトラマシンが置かれているのが分かりますか。あ、一輪挿しやね。では早速打ってみましょう。ピクミンの一輪挿し、うん、あ、欲しい。うわぁ、あら、すごい仕掛け。部屋の中にあるいろんなものにボールが当たるといろんなリアクションがあります。左右に打ち分けてみてください。では次に行ってみましょうか。そんな器用なことできない。こちらはザッパー&スコープ SP という遊びです。なるほど。任天堂は1970年代にレーザークレイというボーリング場を改造した業務用のシューティング場を展開していました。そんなあんねや。このレーザークレイを今の技術で体験できるように作ってみたのがザッパー&スコープ SP です。いや、マットがクッパ。最大13人まで一緒にプレイできるので、今日はミュージアムのスタッフの皆さんと一緒にプレイしたいと思います。でかい、そんなでかかったんそれ。まあ確かに、ね、光線銃は2種類ありますね。そんな片手で素早く撃てるザッパー、そして照準がついたスーパースコープ。このどちらかを選びます。 NES の光線銃とスーパーファミコンのスーパースコープを復元してみました。
今日は私はこちらのザッパーを使ってみます。 N ザップ。あ、はい、マリオやピーチは撃ったらダメですよ。ああのこのこ狙って撃ちましょう。なるほど。さあ、いっぱい出てきました。いやいやつうか、まあ入り乱れすぎなんじゃない。ボム兵が飛んできてます。結果は良かったみたいですよ。行きましょう。こちらではファミコンから Wii に至るまで様々なゲームをプレイできます。でかくね。でもちょっと何か違いますよね。でかくない。そうです、コントローラーが超巨大です。でかすぎ。このコントローラーを2人で協力分担してゲームを遊んでみましょう。当たり用なんだ。では今日はファミコンのスーパーマリオブラザーズをミュージアムのスタッフさんと一緒にプレイしてみます。よろしく。スタッフさんが A ボタンのジャンプ、私が十字ボタンで移動を担当します。2人で息を合わせてクリアしましょう。頑張りましょう。あ、やべ。やったリーダー氏です。やりました。二人で声を掛け合いながら分担して操作すると全く違った体験になりますね。ミリモコン、ミリモコン。ここでは他にもスーパーファミコン、ニンテンドー64、Wii のゲームを巨大コントローラーで遊ぶことができます。大きいミリモコン、どんな遊びになるでしょう。いかがでしたでしょうか。今日ご紹介したものはニンテンドーミュージアムのほんの一部です。製品の展示やインタラクティブな遊びの体験の他にも、ルールを知らなくても花札が遊べる体験があったり、花札を実際に作ってみることができるワークショップも開催します。なんそれ、うわーいいな。また館内にはオリジナルのハンバーガーが作れるカフェや、あれもしかしてミュージアムだけの限定グッズを販売するショップも併設しています。あれもしかしてこれツイッターに流れてたあれだなんじゃないの。任天堂は創業から100年を超える歴史の中で様々な娯楽を作ってきました。時代によって作り出した製品は異なりますが、家族みんなで楽しんでいただきたいという思いは今も昔も変わりません。この任天堂ミュージアムはそんな任天堂が大切にしてきた遊びと独創を大切にするものづくりへのこだわりを知っていただける場所です。皆さんにはそれを体験しながら実感してもらいたいと思って、開発も一緒に社員が全力で作り上げてきました。任天堂ミュージアムは10月2日にオープンします。この後公式サイトを公開しますので、来場に関する詳細はそちらでご覧ください。行かなきゃ。それではニンテンドーミュージアムでお待ちしています。キノピオたちも一緒にお待ちしてますよ。ちょっと、待って最後ちょっと。あ、終わり意外と早かったね。ちょっと、行かなきゃ、行かなきゃだな。あ、でもオープン近くは絶対バカみたいに混むだろうな。
いつ行こう。いつ行こう、マジで。早いこと行かなきゃだな。ちょっと待って、これ最初の方。そっか、ライブだもんな。最初の方、ちょっとごタップしちゃって、ちょっと、飛ばしちゃったみたいな感じだけど、さすがにちょっと今からそれ見るのは無理っぽいので、すみません。じゃあ、そうですね。次のダイレクト、次のダイレクト？多分、次世代機の発表についてのあれなんじゃないですかね。では、ちょっと次のね、やつで。お会いしましょう。では。